ちは。はい、ということで今札幌にいます。はい、今日豊さん、ね、解説で来てますね。はい、あなたも札幌にいますね。そうなんですよね。本当にちょっとね、なんかたまたまのタイミングで札幌に伺ってるんですけれども、ね、でラジオの中継しててラジオのね、今日解説とんでもないことが起こりました。そう、はい、どうでしたか。どうでしたかって、いや、テレビとかで、うん、いろいろ見たりだとか、うん、そういうことはあったにしても、うん、解説でノーヒットノーランを見るっていうのは初めてだったんで、うん、はい、これやっぱコメントに困った。まあまだね、あの豊さんのよく知っているチームの、うん、よく知っている選手だったから、そうその辺はどうですか。まあ、その辺はね、まあお互い、まあ両方の OB になるわけだから。そうですね、うん、DeNA も日本ハムもね、うん、だからそういう意味ではすごくあの解説の違いもあったんだけど、しかも交流戦じゃないとこういう試合は実現しないので、うん、ね、うん、すごくレアなケースに立ち会ったということですよね。そうだね。今のはおめでとうおめでとうございます。おめでとうございます。あの本当にね、素晴らしい投球で、はい、117球かな、117球、はい、まあ、もちろん0アンダー9奪三振1つの四球ということで、これ準完全試合と言われて、まあ、そうだね、はい、1つ清宮にフォアボールを出したんだけど、はい、うん、清宮にはね全打席フルカウントになってた、うん、だからやっぱこう意識してたんじゃないかなと思って、うん、で解説をしてて、清宮が一番可能性を持ってるかなって思ったわけ、ヒットを打つ対戦で、そうそう、はい、で今永に対してだけど、はい、右打者を並べてきたんだよね、日本ハムの方は。いや、なんか今日はオーダーがちょっといつもとは違ってるなっていうのはありましたよね。そう、1番野村、はい、普段4番に使うのを1番に持ってきて、はい、とか松本を4番にしたとか、上川端、地元上と間違えてる、上川端、ね、上川端を入れて、はい、うん、宇佐美と清宮かな、はい、それが3人の左バッターなんだった、だったんだけど、うん、その3人が俺キーポイントだったと思うんだよね。それはなぜかというと、左バッターのインサイドに1球も攻め込んでなかったわけだけど、やっぱ大したもんだね。後半になってきたら、うん、左のインサイドを使い出した。やっぱりそういった組み立てを変えていくとか、そうだね、そういったところがこういう結果を生んだっていうところですか。結果を生んだかな。うん、で、危ない、そうか、松本が初回に、はい、うん、初回じゃない、2回に、はい、やっぱりライトを襲うとか、はい、センターライナーだとか、うん、一番合ってたとは思うんだけど、はい、でも そう危ないシーンでもなかった。うん、だけど今川がピッチャーライナー打ったんだけど、9番で入ったんだけどね、はい、なんて言うんだろう、ピッチャーライナー、うん、それが一番惜しい当たりだったかな。なるほど。でもずっと0対0でいったのも、はい、今永にとって良かったのかなっていう、まあ、9回表に、はい、宮崎がね2点タイムリーを打って、はい、2点先取して9回にマウンド上がり、うん、抑えてノーヒットノーランするんだけどさ。なるほど。いや、だけどヒーローインタビューでさ、はい、今永が、うん、そのタイムリーヒット嬉しかったですかって言った答えに、はい、嬉しいのは嬉しかったけど、はい、やっぱその緊張感を崩したくなかったんで、あんまり喜ばなかった。内心すごく嬉しい気持ちはあったんだけど、はい、でもこれを表現しちゃうと緩むと思ったんで、うん、表現しなかったって言ったんだよね。だから大人になったなと思ってさ、今永が。だからそのヒーローインタビューもすごく素敵だったし、はい、あとやっぱこうノーヒットランを達成した瞬間、はい、実況アナウンサーと見てて、はい、実況アナウンサーは多分万歳するとか、うん、みんなで抱き合うとか、うん、そういう派手なパフォーマンスを、うん、多分意識したと思うんだけど、はい、全く喜ばなかった。自分が本当にやったのかという呆然みたいな。チームメイトもベンチから飛び出してきて、うん、なんか包むんだけどさ、はい、今永を、はい、だけどそうじゃなく今永は冷静に振る舞ってたんだよね。もうみんなはでもやったねっていう感じで飛び出してきてるんですよね。そうそう、もちろんもちろんやったねっていうことで飛び出してきてるんだけども、うん、だけどそうじゃなくて今永は淡々としてるんだよ。うーん、ね、で喜びませんねって実況の
アナウンサーが言うから俺も初めてだからさ、はい、ノーヒットノーランか実況あの解説するの、はいはい、いや今永は多分敵チームだし、敵チームのグラウンドだし、はい、札幌ドームというところで達成してたんで、はいはい、だからあまり大きく表現はしなかったんだと思いますよと。なるほど。だからそれが相手チームに対しても礼儀だっていうふうに、うん、今永だったら考えるっていうふうに言ったのね。そしたらヒーローインタビューでも、はい、あの言ってた。やっぱここ札幌ドームだし、はい、でもそのピリピリしたね、うん、ノーヒットノーランやってるピリピリ感も伝わらず、はい、うん、ね、あのすごく紳士的に見ていただいてたと、うん、それも感謝します。うん、いやだから言ってること当たってたよね。何の？俺の解説してた。当たってたね。当たってたけど、なんでそこ突っ込んでいやいや本当にだからそういうこともできる、うん、まあ、素晴らしいピッチャーがこうなんか素晴らしい記録を達成したというね。そうですね。まあ、太陽時代に逆らもるんだよね、うん、歴史的にはね。太陽時代から考えても、うん、球団で4人目。そうだね。はい、これ前回って1970年まで遡るんですよね。そうだね。はい。だから、まあ、相当やっぱ出てないよね。俺が所属してると所属してた時もさ、はい、やった記憶なんかないし、ね、やられた記憶しかないんだよね。でなんか今シーズンって、うん、4月10日に佐々木朗希投手の完全試合があって、うん、その後5月11日に東浜投手、ね、ソフトバンクの、うん、のノーヒットノーランがあって、うん、パ・リーグに出てて、セ・リーグっていうのがこの、うん、2020年のヤクルトの小川投手以来、ね、はいはい、ということで、うん、セ・リーグとしては少し久しぶりという、まあ、そうだね、久しぶりだったね。となんか今年今シーズン毎月のようにノーヒットノーラン、もうこれはね決まり事だからまた来月も出るよ、なんかしら。来月は誰でしょうみたいな。まあただね、うん、まあ来月か、来月だったらあれだろうな、菅野ぐらい行きそうな感じがするけどな。いやでもこんなにもノーノー出たり完全試合っていうのは今までありますか？まあただやっぱ低調だな、打者が。ああそういうことですか。うん、だから、まあ、あんまりこう全体的に打ててないっていうようなね、まあ、そういう印象は受けるけども、はい、ただやっぱこう札幌ドームで良かったね。うーん、札幌ドームはやっぱ広いし、はい、あのなかなかホームランが出ないんで、うん、向かっていけるわ今永も。なるほど。うん、横浜スタジアムだと、うん、やっぱ狭いから、はい、どうしても、はい、あのなんて言うんだろう、こう少し警戒しすぎるというかね、うん、低めに制球したりだとか、はい、そういうことも多いと思うんで、うん、だからフォアボールが重なったりだとかするんだけども、はい、まあ、だけど札幌ドームがね、うん、味方してくれたっていうことも多分あると思うね。なるほど。まあフォアボールが1個という、フォアボール1個っていうのも、はい、相手加藤も素晴らしかったんだよ、加藤もゼロに抑えて6回で降りたけど、うん、やっぱそういう投げ合いの中ね、緊張感のある投げ合いの中、はい、やっぱ審判も味方につけていったという、やっぱねだん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 広がっていったね、ゾーンが。いやコントロールがいいから、はい、それ半個こうずらしても取るようになってた。で外も最後今川が見逃したのは俺ボールだと思ったんだけど、ストライクになったんだよ、フルカウントから。でもそれは1試合の中で今永が積み上げてきた功績だね、それがストライクにさせたというさ。なるほど。素晴らしいものを見せてもらったし、あれだけどなんかこうそのノーヒットノーランをしゃべるっていうのはさ、意外と難しいもんだなと思ってさ。解説で。なるほど。いやどうやったら攻略できますかって、うん、いやいや攻略されても困るし、うん、でも打たないとつまんないしっていう、うん、なんか複雑な思いでさ、はい、これ喋ってたけど。どうでした、その試合を生で見ていて、うん、これはノーヒットノーラン行くかなっていうのはどのぐらいから。いやもうずっと思ってた、これは打てねえだろうなって、あそんな感じだったんですね。いや日本ハムの打順のこう入れ替えがあって、うん、これは流れがないって思ったね、打順が、うん、ということはやっぱ4番野村、松本1番だったらこの記録は達成できたかっていうとわからない、うん、やっぱ松本の状態がいいだけにね。ではもういろんな要素が絡んできてるって。最初からやっぱ今永は冷静だった、うん、で最後ノーヒットノーランやってみんなが祝福を終わって、うん、はい、まあ、ベンチに引き上げる前にグラウンドをしっかり足で鳴らして、うん、やっぱこれがやっぱ感謝の気持ちなんだろうね今永がね。
まあ、素敵なシーンだったよ、今永の所作っていうのは。でもそういうのはもう現地で見ている人しかわからないかもしれないですね。でもね、北海道のファイターズファンはものすごいストレスが溜まったと思うよ、うん、いや加藤がいいピッチングしてるのに、うん、6回で下ろされて7、8、9って繋いでいくとか、なぜっていうことが多かったから、今日はそこのピッチャーの交代がなぜっていう。そうそう、だから今永のヒーローインタビューは誰一人聞かずにポンポン帰ってたもうね、もう試合時間も早い早い、まあ、2時間半切ってたからね押したらラジオで繋がなきゃいけない、放送の時間ありますからね。そう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 、うん、だからそれも面倒くさかったけどね。まあでもノーヒットノーランをした話も、ああまあまあそれで話は盛り上がったけどね、はい、うん、まあまあでも、はい、本当に今永おめでとうね、はい、ね、なんかエースと言われながらさ、うん、故障も抱えながらね、うん、いろいろこう戦列復帰また離脱とか繰り返してたけども、はい、うん、なんかすごくエースらしい言葉も聞けたし、はい、そういう態度も見れたしね、うん、もう立派なノーヒットノーランでした、はい、おめでとう、おめでとうございます、はい。